ンポン。ああ、もう12月も半ば、2019年も終わりやな。ワオ。この季節は意味もなく切なくなるんよな。なんでなんやろ。ワオ。そして1年をざっと振り返って、今年はあんなことできた、でもこれはできなかったなとか一喜一憂しながら来年を迎えるんやな。双子と解きまして、豚の角煮と解きます。その心はどちらもしっかり似ている。うるせえ。なんですか急に。それはこっちのセリフだよ。人が黄昏れてる時に背後でうっさいねん。部屋だって寒いからボディを温めようかと。お前の脳みそは年中ホットなまんまやったな。もうめっきり寒くなってきましたね。せやな。12月といえば寒風摩擦。お前んちそうなの？世間ではクリスマスというイベントがあるんや。覚えておき。ほうほう。クリスマスといえば牛の乳搾り。お前んちそうなの？クリスマスといえばツリーとかケーキとかや。覚えておき。ほうほう。クリスマスツリーといえばヤシの木。ゴミの木だよ。イメージ真逆やろが。ラッシー、お前今連想ゲームしてんならしばくぞ。だー、わかった。先生には日本のクリスマスとは何ぞやっているのをみっちりレクチャーしたる。今年のクリスマスは予定開けとき。でもその日はギャル語の練習しようと思ってたのに。何を練習しとんねん。いらんいらん。いいから開けとき。な。面白かったらチャンネル登録してな。